はい、皆さんどうもラスです。今回はですね、何かしらのそのアプリケーションとかでこの URL とかを開いた時にデフォルトでその立ち上がるブラウザーをですね、その自分の気に入ったそのブラウザーで開きたいっていう場合の設定方法についてご紹介しておきます。例えばですね、デフォルトですとこういう何かしらのアプリでこのリンクを開くってなった時にデフォルトで開くアプリっていうのが決まってましてですね、今これですとですね、自分このマイクロソフトのエッジっていうのが立ち上がってるような感じになってますので、まあ、これをね、例えば Google Chrome とかで立ち上がるようにしたいって場合は一旦ですね、これをまあ閉じていただいてですね、で左下のデスクトップ左下のスタートから設定画面に、設定ボタンですね、設定ボタンを押してもらってですね、でこういう画面が出ますんで、右上のこのアプリってやつを、選択してみてください。で左側の項目でですね、規定のアプリっていうのがありますので、ここでですね、デフォルトで起動するアプリをどれにするかっていうのが選べるようになってます。まあ、メールとかでも設定できるんですけど、今回はブラウザーでやってみます。ここの今ウェブブラウザーっていうのが見えてると思うんですけど、ここがマイクロソフトのエッジっていうのがデフォルトでね、立ち上がる、アプリになってるというような感じに今なってますので、ここをクリックしてですね、で Google Chrome っていうのを、選択してください。これでですね、一応設定 OK なので、これで閉じてもらってですね、でもう一回その開きたい URL をですね、クリックして開くとするとですね、Google Chrome で立ち上がってることが、わかるかなと思います。これですね、これで今 Google Chrome のアイコンでちゃんと立ち上がってるのが確認できます。はい、ということでですね、こういったアプリの中でリンクを開くとき、デフォルトで使うブラウザーをどのように設定するかに、のやり方に関してご紹介させていただきました。今回の動画がいいなと思ったら、いいねボタンいただけると嬉しいです。またこういった役に立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。では、今回はこれぐらいで失礼します。どうもご視聴いただきありがとうございました。